皆さんこんにちは、四季友人非公式キャラクターハッピー秋田県略してハピ秋です、キャウィーということで、はい、どういうことだよみなさん日頃からですね、笑ったり泣いたり時には怒ったり、まあ、感情の起伏が、うん、怒ってばっかり、うん、怒ってばっかり、うるせえなもう怒ったやん動画を見ていただければわかると思いますが、お兄さんシリーズ、そういったリアクションが多いのが我々の特徴でもありますね。そうだねということで本日は四季友人ノーリアクション対決、完全に本当に何も聞いてない状態で始まったね。どういうことだ。ルールは至って簡単です。私がご用意いたしましたこちらの茶碗の中にあるサイコロ、こちらのはい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 、サイコロ、なるほどね、ゾロ目が揃ってもリアクションをしてはいけません。俺これ見たことあるよ、そういったルール。まあ誰かのね企画をパクりましょう。で、もしオマージュ、オマージュ、便乗です。どっちにしろ悪い。もし誰かが少しでも例えば惜しかった時とかね、112とか、うわっ惜しいとか言ったら、これで叩きます。はいはいはい、そのためにこちらを買ってない。なるほどね。完全にノーリアクション、完全にノーリアクション。この挑戦が後にあんなことになるとはこの時はまだ誰も知らなかったのである。ズン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 ドッカやっていきましょう。もうあれです、もうタバコも自由に吸っていいです、こんなのも、うん、もう無理っす。天気はかわいそうだな。じゃあ発案者からやってみますね。いから行きます。はい、反応しないってあれでしょ、驚かないとかな感じなの。声上げないと思いますね。うん、だって普通に会話はするわけや。そうだね。それで、えっ、怖い。うん、めっちゃ低いから。よかんない、隣の人に何してなると思われるかもしれない。ずっとこれだけで、うん、でしたら数時間この音も仏壇かなんか、ね、備えてあるわけです。あ、この丼どうすんの。持って帰るよ。置いてくれ、置いてくれ。もう置いててもいい。今揃いそうだ。揃いそうだ。3、3、3、4。全然見てなかった。見ろよ。見なかったら揃いそうだ。もう3、4の時点で違うなと思ってた。あ、最初にこっちを見ちゃった。そうそうそう。なんか、反応しちゃいけないっていうだけでさ、にやけてくるの、この、わかる？あの、笑っちゃいけないよっていう顧問の先生の時に、ここに落ちてるってなんで笑っちゃいけないよって顧問の先生の話の時に笑っちゃう。どっから出てきたこの米。笑っちゃいけないよって時に笑っちゃうやつ。そうそう。改めて確認だけど、反応って何？うん、顔も？顔もだね。顔やっちゃいそうだな、俺。もうそれは自己申告制です。顔は平常心、笑っちゃうんだよ。笑うのはもうしょうがないよ。え、笑って、ああ、ノーリアクションだから笑っちゃう。笑っちゃダメやん。そりゃそうだ。お前すごいな。俺、近いね。近いね。3の音。3なんだ。チンチロ対決。チカチン。この目はザワザワ。ペンチョあんた。まあ、全然覚えてないけど。なんだよ。これわかんない。見てみ。なんかね、骨削って。
1しか出ない作業って何の声だっけな、ティーボンステーキの声だなんかだっけな、ティーボンステーキの声だっけ、確か。なんてシュールなやねんでしょうね、本気出すわ、うん、これゾロ目自分が出すまで帰れないんですよ、それやばくない、それやばくない、あれ出せなかったら一回家出てもらうから、うん、帰れないからね、うん、そういうこと帰れないから、あ俺らが終わって、うん、トリッピーが終わらなかったら一回外でも、え外でやんのそれめっちゃ過酷じゃない、めっちゃおもろいやん一人で外でやる、あだカラオケマックとかいいよ、バンバンとか、何やあれだね、さっきのカットしてあのこれが終わって通知よかったらそうする次そうしよっか、公園チンチロ対決とかでいいよ、3つのでもやっぱそうだよ、3つの確率だから36分の1だからね、らもうやっぱそうだね、そんくらい出てるもんね、3つは一緒だったの、もしそれがそうだったらこれだよ意味ないじゃねえか普通にやめちゃった、普通にこれ変わってきたよ、普通に肩ペンやったじゃん前押してるから、前押してるでは誰ですか、これ徐々に音が鳴らなくなってくるあ、ションベン、これで揃ったら、これで揃ったらもうあれだよ、え分かんない、あ、俺でだ、やらせて疑われちゃう、ションベンしないように気をつけない、そうね、もうちょっと深いの買ってきてもらう、10分回ってます、いや、気合が入らない、気合がね、もういいけど、ちゃんとこうやってる、この際一緒やったのに時間かかるよ、まあ、揃ってないからね、1でした、あれだね、あのこの特定の出目だったらもっと難しいよ、ゾロ目だけでいいんだったら結構簡単なの、ゾロ目、そうだね、だからゾロ目だけど次、うん、このゾロ目だと1216分、うん、はいはいはい、とはね、1とか2とか指定したら、いいじゃん、これ地獄やぞ普通に、いろいろできるやん、どうね、でしょ、帰れません、その次自分が言った数字のゾロ目出せなら帰れません地獄やん、もう朝7時からです、あ、ごめん4、2です、うん、そもそもそもいや、出したら戦われる、あー、そうでしょうか、あ、じゃあもういいじゃあもういいかなションベンしたらねごめん。とりあえず叩く。自分も叩くね。これこれこれ。揃っちまって。ビビるって。早いわ。5分です。